家族みんながいつも明るく張りを持って快活な日々を暮らせたら、それは世界中の人々の願いなのです。人々の健康を維持する上でお世話になるのが病院。例えばこの施設では、人々の健康を守るため最先端の医療設備を整え、人に優しい医療を行っています。あらゆる角度から健康状態を検査し診断し、病気が発見されれば最新の設備で治療を行い、人々の幸せづくりに取り組んでいます。オリンパスもまた、さまざまな医療機器をこうした検査施設に提供し、より良い健康な生活に貢献してきています。中でも血液分析機は世界中で1万5000台も稼働し、血液の状態を日夜絶え間ず計測することで貢献しているのです。健康診断や体調が悪いときに病院に行くと、まず必ず血液検査を行うことは皆さん体験しているでしょう。血液は人間の健康バロメーターとして非常にたくさんの重要な情報を持ち、医師の診断にはなくてはならない存在なのです。このように診断に欠かせない血液検査装置、それはオリンパスの高度な装置制御技術と得意とする光学技術の融合から生まれました。分析事業は1971年、血液や尿などから光学的に測定する生化学分析装置から事業を開始、タンパク質を分析する電気映像装置、さらには免疫血清検査装置、輸血検査装置など血液から情報を取る機器の開発に邁進してきました。それとともに海外にも販売網が広がり、今や世界中で人々の血液検査に活用されているのです。この歴史は、医療の現場に立つ多くの医師や技師の方々と共に歩んできた産学共同での研究開発の成果です。とりわけ検査の現場では、人の技量に頼った判断ミスによる重大事故を避けるため、作業を標準化し自動化することにたゆまぬ努力を続けてまいりました。オリンパスは医療機器の実績を生かし、未来医療の実現に向け幅広い取り組みを推進しています。中でも血液検査は、その作業の簡便さ、情報量の多さにより、ますます医療の現場での期待が高まっています。健康、それはみんなの願い。私たちオリンパスは、こうした皆さんの願いに応えるべく、グローバルに体制を強化してきました。そして今、その要となる三島事業場の誕生です。ここを起点に、人々の健康を守る機器やソリューションを世界中に発信し、
医療関係者の方々をサポートし続けていきます。